あえー、皆さんこんばんは、えー、それよです、えーまあ。たまには仮面ライダーのネタ以外のことを言おうかと思います。えー、っとね <laughs> あ。なんか橋本環奈さんってね、なんか元アイドルの今女優で頑張ってる方がおるけどね、あの人は,がな,んかはなんかね、どうも YouTube はもう絶対始めないとかって言われてるみたいで、まあそれのことについてなんですが、 そのことについて思ったことはまあ、えー、橋本環奈さん YouTube 始めないの悪くないですねうんまあんでかというとね今ねなんか芸能人がねすごいなんかねどんどん参入していってるんやけどまあそんな中でねうん YouTube 始めの橋本環奈さんはねやっぱもうレアだなっていううん。 まあ普通にまあ彼女の場合ねもう,もう本業の方が成功してるからまあやる必要もないんやろうけどねまあ結構ね芸能人の人らとかなんかな特に落ち目の芸能人になった人とかすごい始めてる人多いけどまあ中田敦彦さんとかまあ別としてねまあかなんンとかクとかまあねまあ宮迫さんは別としてね、まあ、あの人はもう YouTube でやっていくらしいからまああの人は落ち目というよりね もう方向性変えたってだけだからええけどうんだからねあとのヨ洋クさんとか <laughs> うん、まあ、あの辺まああと、えー、江戸ぐルミさんとかねうんまああの人らはねどうなんかなと思うねまああと元芸人のねうんまあ芸能人さん確かやめてんのかな TKO の木下さんとかああもう言っちゃったねうん、まあ、あと、えー、木下 皆さんとかね、うん、まあ元藤本北斎ね <laughs> うん、まあ、あの人らはねもう,もうあっちでやっていくしかないもんねもう、うん、ぶっちゃけやっぱねさすがにだからまあ橋本環奈さんさすがと思ったらねうんまあ乗っからないあえて乗っからないっていうのはね本当にうに、ん、いいと思いますまああとねえー、あこれはある芸能人さんえーと マギーなんとかマギーシン二さんも,う、ま、あもう名指しで言うわマギーシン二さんいやもうあなたはツイキャスだけでやったんでいいんで、えー、もう他のアプリ来ないでください、うん、いやあなたが来るとねみんな持ってかれるんで、うん、いやぶっちゃけね一般の人らのことも考えてほしいね本当にだからうん本当今回のだから橋本環奈さんの判断はすごい正しいと思いますまああえてリスナー YouTube はリスナーの方でやるっていうね この人絶対やらんもんね。あの、もうインスタしか見かけたことないもんな。うん。まあ本当にね、まあ他の芸能人さんも見習ってください。うん。以上でした。ではまた。